プリモリエエンターテイメントゾーンは、ロシア連邦政府が、ウラジオストク空港がある、アルチョウム市のミューリビーナジャベイに建設中のカジノ、ゴルフ場、ホテルなどの総合娯楽施設群。1日本の成田国際空港、中国の北京首都国際空港、韓国のインチョン国際空港からフライト時間は2時間半ほどで、中国東北部や河北からはマカオまでの4時間よりも近い。 にウラジオストク港が自由港に指定される方向にありビザ取得の緩和、進出企業への税制優遇により外国との交流を進めつつある。三、ロシア政府はカ事の課税を競争力ある水準に設定。デバイス数に対して固定であるが、想定される早々収益に対して、おおむね数の水準を目指している。ちなみにマカオは39%。 韓国は12の14%である。上記の他に4つの土地の計60ヘクタールについては、火事の運営会社が未だ決定していないが、プリモリエエンターテイメントリゾート全体は2025年までに完成させて運用する計画である。ありがとうございます。